こんにちは、金子義智です。それでは生配信でお届けをしていきます。え本日はあ、木原事件とこちらの衝突事故の話、深掘りをしていきますえ。主にはこちらのですね、羽田の衝突事故についての深掘りでございます。えその前にですね、まずはこちらについて触れないといけないでしょう。 えー、自民党の政治刷新本部というですね、非常にですね、大きな目標を掲げたこちらの新しい部会なんですけれどもね、えー、この部会の面々がとてもですね、物議醸し出しているということで、皆さんはですね、ご存知かと思います。はい。 えーまあ、このような組織がですね、えー、自民党自らのこの腐敗を刷新できるとは到底思えませんけれども、驚くべきはそのですねこの本部の幹部のメンバーなんですね。はいえーまあ、この最高顧問とか本部長とか、まあ、この辺りはまあ触れずにおきましょうか。はいえー、で本部長代理ののところにですね出てくるのが まあ、これらの面々なんですけれどもね。えー、大内祐子さん、えー、出てきておりますね。で、それして、えー、ね、この、漢字のところにですね、小泉慎次郎氏、がいらっしゃいますね。えー、それから、こちらに、えー、エッフェル姉さんこと、松川瑠一氏。 ええ、出てきているではありませんか。ええー、あのようなですね、ええー、まあ、フランスに行ってですね、え、フェルトのポーズをして、大炎上したあ、このお人が、あ政治刷新をするというですね、ええー、まあ、その漢字に選ばれているということなんですけど、この人知が信じられない、ええー、面々ですよね。えー、自民党はあ、相当な深刻ならですね、人材不足に陥っているというふうに、 受け取りましたそしてですね、なんと、この幹事長というポストに、えー、木原誠二の名前が載っているということで、これは許されていいんでしょうか、えー、まだですね、この方の奥様がですね、えー、その元旦那の種尾さんの不審死事件のですね、えーまあ、深く関与している人間であってですね、えー、もしかしたらあ、安田さんのですね死に、 死の真相を知っている可能性があるわけですね。非常に高いです。なぜならば、谷さんが亡くなった、隣で寝ていて気づかなかったというふうに言っていらっしゃるわけですからね。えなので、この方の奥様、えー重、重要な事実を知っているにもかかわらず、いまだにですね、話さない、えー、そして、えー、妻でありながら、その重要な情報をですね、妻からあ警察の方にですね、えー、ちゃんと言えと、ねえーで。場合によっては、 自主しろというようなですね、そういうことをしなければならない立場なんですよ。ですから政治を刷新するどころかですね、まず家庭を刷新しなければならないわけですけれどもね、家庭すらですね、刷新できない人物が政治刷新本部の幹事長に任命されているということをですね、信じられない、信じられないことが起こってるわけですよね。 このような人事がまかり通っていること自体が、もう岸田政権の終わりを意味しているのではないか、と私自身は思いますけれどもね。これ名前だけですよね。これただ名前載せてるだけなんじゃないですか。しかもこのような、このような大人数で何を決めていくんでしょうかあと2週間で、週間報告でしょ何を決めるんですかって話ですよね。政治を本当に刷新するんだったらですね、おやめなさいということなんですけれどもね。この歴々を見てくださいよ。 歴歴を何か変わるような予感がしますかってか、えー、しませんよね。挙句の果てにですね、木原誠司、幹事長ですからね、腹が立って仕方がない。と早くやめなさい、ということですよ。エッフェルネイズさんもですね、炎上してますけれども、木原誠司が炎上しない理由がわからない。わからない。はい。ということで、まあ今日はこれは本題ではないんでい、ねえー、このあたりにしておきますけれどもね、本当は言いたいことたくさんありますけれどもね。で、 えーまあ、この件ですよね。やはり、谷尾さんのじ真摯事件の書面、えー、3000人、ようやく超えたんですけれども、集まらない。全く集まらない。えー、ということなんですよね。なぜ集まらないんでしょうかおそらくですね、これは。 まあ、この、寄付をですね、しなければいけないんじゃないかっていう、そういう誤解があるのかもしれませんけれども、寄付なしで署名のみできるんですね。でこの、どのようにここに辿ったらいいのか分からないっていう方がいらっしゃいました。ので、解説をしておきますと、私のこの今の YouTube、スマホでご覧になっている方ですね、この画面をですね、開いていただいて、 えー、このですね、その他っていうところに、ここに概要欄隠れてしまっているんですよ。えー、ここのその他をクリ,ク,クリック、タップしてください。そうするとですね、このようにですね概要欄っていうのがペロンと出てきますよ。その他ところを押してくださいね。その他っていうのがあるはずです。えー、で、その他の近くをて、えー、触っても大丈夫です。その他の近くをですね指でタップしてください、えー。このですね、青いところをクリックすると、ちょっと違うところ飛んじゃうんで、気をつけてくださいね。 えここをクリックしますと概要欄に飛びます。で、概要欄のところにですね、この、谷尾さんの署名サイトはこちらっていうふうに書いてありますよ。 でここの青いところですね、ここがリンクになっておりますので、ここをタップしてください。えすると、このようにですね、えー、署名サイトの方に飛びますから、はい。あとは、署名で応援するっていうところですね、クリックしていただければあ、何ステップかでできるようになっておりますので、えー、ぜひですね、このような手順で、えー、まだの方、ですね、心ある方は、ぜひご協力いただければというふうに思います。では、ここからは羽田衝突事故について見ていきたいと思うんですけれども、おまずですね、 新しい情報というところで見ていきますと、今回、この JAL 側の機長ですね、滑走路にとどまっていたこの解放機が、滑走路内にいたことを知らなかった、気づかなかった、視認できなかったというふうに言っているわけなんですね。今回、ですね機長、副機長、そしてもう1人ですね。 えー、この試験、ですねパイロット試験ということで、もう1人の別の機長クラスの人間が乗っていたということで、えー、機長、副機長、合わせて3名のですね、えー、パイロットが乗っていたにもかかわらず、死人ができなかったと、まあ、夜はあ夜,夜になっていて、ですね、えー、もう真っ暗だったので、死人ができなくて当然であろうという声もある、一方で、ですね、えー、夜であろうとなんだろうと、ですねこの解放機の おこのですねテールランプですね、テールランプというんでしょうかね、えー、どちらかの翼あ、右の翼だったかな、赤く点滅して、左の翼は青く点滅するということを、視認できなかったはずがないという、ですね、えー、そういう元パイロットの声もあるんですけれども、えー、これですね、えー、この ANA のニュースをちょっと見ていたときにですね、 元国際線の機長であるアルパ・アブドラさんという方がここに言っていたんですね。うん、え航空機というのは着陸寸前に、この後輪の方からタッチダウン、着陸をするということなんですね。それなぜかというと、重心が後ろ側にあるためにですね、この後輪からまずタッチダウンして、そしてその後前輪にと、こういうような順番でですね、着陸するらしいんですね。そうなりますと当然のことながらですね、 えー、このパイロットが乗っているこのコックピットは当然、この上に、えーねえー、上がりますよね。えー、なので、この状態でですね、えー、この着陸をしようとしていますので、はいえー、ここの時にですね視界がどう,しどうしても下の方には行かないから、えー、上の方に行かざるを得ないから。 え信任ができないんじゃないかというような解説があったんですよはいということなんでこれも一つのまあ、一理ある説明ではあるんですけれどもえただですねこのメインギアを後輪をですね、えー、下げてそして前輪を上げるというのは着陸直前なんですね着陸直前なのでそれまではちゃんとですねこの機種を下に向けて 落ちていくわけですよですから、この時に死人ができたのではないかというような元パイロットの声もあるということなんですよね。うん、ということなので、まあ、これは解放機の,その点滅をしているランプが小さくて見えなかったのか、それとも3人機長がいてです、ねえー、何をやっていたんだ、まあ、このあたりの声があります。でこれは また明日ですね、このあたりのもっとパイロットの声をですね、まとめてお伝えできるかなというふうに考えます。そして、1月9日、分身オンラインの記事ですね、一度紹介したことあるんですが、もう一度改めて、この事故があった日なんですが、北風が非常に強かったんですね。で、羽田空港の4本の滑走路のうち、北風が強い、風が強いときには、B 滑走路は使用しない。 A 滑走路は着陸専用。D 滑走路は離陸専用というふうになるということです。ところがですね、C 滑走路は離着陸兼用で運用されるということなんです。で事故のあった日もこのように離着陸兼用の運用だったということなんですよ。 ですからあ、さらにですね、この日は、あーこの C 滑走路に、通常よりも多くのトラフィックが集まってしまった、着陸が集まって集中してしまったあということになるんですよ。で、えー、そして、えーまあ、このですね、日、能、ま、登、あの地震の被災地にですね、 えー、物資を輸送をするということで、解放機が今回、この時はですねもうすでに2往復しておりまして、3往復目だったということなんですけれども、そのようなですね緊急の離着陸というものも、ここにですね C 滑走路で、えーまあ、あやることになったということなので、ただでさえですね、 この C 滑走路というのは非常に、まあ,あ、過密なスケジュールだったわけですが、そこにですね、緊急輸送のこのフライトが、まあ、ねじ込められたというですね、そういう状況だったということになってくるわけですね。えー、ですから、管制官がですね、えー、この解放機に、えーまあ、指示を伝えた後ですね、えー、解放機がカス、 完成官の指示を誤認してですね、カッソロに侵入したことを、完、え、成、ー、官は気づかなかったわけなんですが、あー これは、開放期に対して指示を出した後、別の機にですね、別の機体に指示を出したり、やり取りをしていたので、もう開放期の動きを追えなかったということなんです。これは人間がやらなければならないという状況だったということなんで、これはもうですね、えー、人工が足りなかったと。要するに人員が足りなかったということがネックになったということの、まあ、その、 えー、大きな要因になってしまったわけですね、えー。通常であれば対応できたかもしれないんですね。もしかしたら気づけたかもしれないけれども、この日は特別にこのようにですね過密だったよということなんですよね。これも一つの、えーまあ、不幸ののが生まれてしまった要因の一つですよね。でそれから、ロイターの記事なんですけれども、えー、1月のですね5日に、 国交省の斉藤国土交通大臣が、えー、このですねレーダーですね、この滑走路へのご侵入を防止するレーダーの画面を管制官が気づ,気づかなかったと、見なかったということで、えー、これもし見ていればですよ、滑走路内に開放機が入っていたことをですね、 えー、まあ、黄色の点滅ですね。滑走路は黄色に点滅をすると。で機体は赤く点滅するということなので、それ気づいたとしたらですね、すぐに開放機に、滑走路から出るようにと指示を飛ばす。もしくは、JAL 機に対して、一度ゴーアラウンドしろというような指示を出すことができたということでですね、この歯車も一つですね、大きく絡んでしまったということなんです。でこの件起きてからですね、国交省は素早くですね、 えー、このレーダーを常時監視する人員を配置するという方針を明らかにしたわけなんですよね、でここまでは良かったんですよ、ここまで良かったんですが、管制官は増員しないということがあったわけですよ、これ、当面、増員はしないっていうことなんでしょうね。 はい、なので、要するにシフトを組み直すとか、ですね、えー、兼務をさせる兼、兼務をしていた人間を剥がして、ですねこれ、専属にするということですから、さらにこの管制官の役割が、まああーですね、タスクが増えてしまうと、1人の管制官がやらなければならないタスクが増えてしまうということになって、何のこの対策にもなっていないんですね。 えー、そこまでお金がないんでしょうかとか思いますよ。人員であればすぐに手配してですね。えー、その おう、まあ、専門的な訓練とか必要でしょうけれども、おなんとかそこをですね、えー、一人増やすとか、二人増やすとかですね、他の国語から増やすとかですね、そういうようなことも、もしくは、あ OB に声かけるとかですね、そういったことをして、えー、すぐに増員をするっていう風な方針を示せばいいんですけれども、増員はしないというですね、方針を示したんですね。いや、これは、 うん、当面増やさないということなんでしょう、じゃないでしょうか。ただでさえ管制官っていうのは不足してるわけですからね。このあたりは福田、福田萌さんもですね、えー、ご指摘されました、されてましたけれども、えー、これはもう管制官は即刻増やすべきですね、えー。予算がないのであればですね、これ,こ,れこそですね、予備費を使って、40何億円予備費を出すんだから、ここに投じなさいよ。 1000、ね、万でも2000万でもすぐ投じなさいよというふうに感じてしまいますけれどもね。そしてですね、今日お私がお届けしたいニュースの,一つ,の一つがこちらなんですけれども、日本のですねこの航空事故の原因究明についてですね、 日本は国際民間航空法というものをですね、違反しているということなんですね、航空条約ですね、違反しているということなんですよ。これは、あ今日のですねビデオニューストコムのニュースになってます。ここにですね、元日航パイロットで航空評論家の杉江博氏があ解説をしているんですけれども、 えー、読み上げていきますと、お日本では航空機や他の乗り物事故が起きた際に、警察があ刑事捜査を行うのが慣例になっているということですね、刑事捜査を行っていくのが慣例と、しかし、これは日本も批准している国際民間航空条約ですね、i、えーまあ、イカオとかアイカオとかっていうふうに読むそうなんですけれども、 この i c a のアネックス13条項に明らかに違反をしているというんです大規模事故が起きた場合飲酒や意図的な危険運転などよほどの重過失が認められない限り個人の刑事責任を問うよりも関係者を免責した上で事故原因の 救命や再発防止のために全面的に協力をさせることの方が、より公益的なメリットが大きい,い,いというふうにしていますね。 それが欧米や韓国などではすでに慣例化しているということです。ですから、犯人探しよりもですね、真相解明ですね、原因の究明をする、速やかにすることによって、再発防止をした方が、公益的なメリットとしては大きいでしょうということ、考え方なんですね。ということで、これがこの以下に定められていて、日本はそれとは全く 違う形でですね、犯人探しのため刑事捜査を行うという形になるんです。で、そのそうするとどうなるのかというとですね、日本のようにあくまで刑事、警察が刑事責任を追及するのであれば、自身が刑事責任を問われる危険性がある関係者は、一様に自己調査に積極的に協力することが難しくなる。 そうですよね自分の過失が責められるようになり、そしてそれが、ね、刑事罰の対象となる可能性があるということであれば、えー、本当のことを言いにくくなってしまったりしますよね、それが人の心理というものですよ。でまた、国土交通省の事故調査に全面協力した結果、そこに提供した証言や証拠が、後に警察によって刑事捜査に使われる恐れもあるため、行政機関の事故調査にも、 うかうか協力していられないということで、えーまあ、協力したことによって、ですね後で刑事捜査にですね使われてしまうということが考えられるのであれば、ここは言わないでおこうとか、ですね自分の過失にを疑われるようなことは言わないでおこうということで、えーまあ、協力にしようという、ですねそういう、まあ、意識を、まあ、あそぐ,そぐ要因になってしまうと。 えー、この悪しき慣例が事故原因の究明を妨げているという事例は、枚挙にいとまがないと、えー、いうことです。そろそろこのあたりもう国際基準に合わせて引く必要があるだろうということで、日本は遅れてますよということなんですね。えー、ですから、まあこ、今回ですね、あのパイロット、海保機の機長であるとか、ですねそれから管制、えー、官ですね、管、え、制、ー、官というですね、えー、人の過失。 人の過失というものが焦点を当てて報道されていますが、この国土交通省として、じゃこの管制官のですね、管制システム上の問題はなかったのかということについては、ほとんどマスコミは報じない,いわけなんですね。ですから、あのレーダーにしてもですね、そのようなレーダーは、あーまあ、その基本的には、行使をすることはないと。 そういう規則はないと、だからモニターはあって、ですね滑走路内に機体が入った時にですね点滅をして警告をさせるようにしているけれども、これは管制官は凝視するものでもなく、規則もないんだっていうことをですね真っ先に言ってるわけなんですね。ということなんで、そのシステム上はなんだ問題がないとか、ですねえそれからこの滑走路の停止のランプですね、あれが去年の4月からですね、 メンテナンスのために停止をしていたということについても、あれは視界が600メートルを切ったときに作動するものであって、えー、今回は5000メートルの視界があったから、いずれにしてもあれが、えー、作動していたとしてもですね、あれを運用してはいなかったんだみたいなことをですね、えー、情報として出したりとかしてですね、えー、さも自分たちは関係がないようなことをですね、えー、マスコミを使ってやってるわけですけれども、それも結局のところ、 国土交通省というです、ねえー、省として、組織として、そのようなことをです問われてしまうとです、ねえー、じゃあ誰が責任を取るんだっていう話になってです、ねえー、結局、誰かが責任を取らなければならなくなるなどと,んということになるのであれば、あ極力、今回の。 おー、管制とか介護機のパイロットとかですね。場合によっては jal 機のパイロットの過失っていうものに一見落着させたさせることがあ、組織の組織防衛をするためにえま重要だなとおそういうそういうような判断になってしまいますよね。これが悪しき習慣だということになるわけなんです。日本は非常に遅れてるわけなんですよね。はい、これは非常に重要な指摘だというふうに感じます。え、そしてこの点についてですね。 マリアマ・ゴンザレスのウラ社会ジャーニーというチャンネルのジャルキ炎上緊急声明という時の動画。この動画でですね、この動画も非常に参考にはなってはいます。で、さらにこのコメント欄についてですね、このイカオの件ですね、イカオの違反についての件も言及されてました。航空関係者です。 シンプルに言うと、国際的には原因究明と再発防止に主眼が置かれることに対し、日本では事故の責任究明と処罰に重きが置かれます、この状態は異常であり、今回の件、以前にも以下を等から指摘を受けています、仮に海保機長が実は勘違いを辞任しており、その一因が何らかのシステムにあるとしても、罪を追及される可能性があるなら、許可を得たと一点張りするか、記憶がないと発言する方が有利です。 こここのよううななとととを招くということなんです刑事捜査という流れで行っていくと、このように虚偽の発言をする、自分を守る発言をするというですね自己防衛をする可能性が出てくると、このようなことを招くということなんですよね。上記の例であれば、海保機長が正直に証言をすれば国際的な管制システムが改善して事故が減る可能性が上がる。 のに、罪を恐れることでその目をつむことになります。この件を契機に怠慢な JCAB 国土交通省航空局を含め、日本の航空行政が転換することを望みます、えー。ということでですね、この問題は非常に大きいですよ。えー、ですから、今回の海保機の機長が管制党の指示を誤認したとかですね、えー、その40秒お滑走路内に 侵入していた解放機がレーダーに映っているにもかかわらず、そのレーダーを視認しなあの確認しなかったというですね管制官の、えー、ヒューマンエラーだというところにです、ね、落ち着かせようとしているというのは、最終的にでわれわれの公益的なメリットというものを削いでしまうということにもなってくるわけなんですよ。でですすかかららやはりこれ、えー、最初からですね この業務上過失致死の、まあ、疑いということで、警察が捜査をしてましたよね、この前提自体があ、まあ、明らかに国際的な流れとは別で逆行していると、間違った方向にいってますよと、犯人探しの方にいってるよっていうことなんですよね、誰も協力しない、みんな多きに,にしていこうとする、これは非常にです、ねえー、問題であるというふうに改めて感じますよね。 で、えー、明日ですね、こちらの記事をちょっと詳しく取り上げていきたいと思うんですが、えー、この開放期が実はあ自分があナンバーワンの一番目の出発というふうに、えーまあ、認識していて、さらにですね、えー、この日航期の後の JAL166 便が2番目にです、ね、着陸をするんですけども、その166便に対して令、管制官がです、ね、出発機ありっていうふうに伝えているのを聞いていた可能性があると、解放機が。これがです、ね、優先順位を誤認してしまった原因なのではないかっていうです、ね、共同通信が出したこの記事。 いいですね、この記事は私は大いにですねこの線があると思っていて、これを検証していこうかなと思うんですね。うん、なぜ、海保棄はですね侵入許可が下りたというふうに判断してしまったのか、まあ、このあたりにもつながる話になっています。それがですね えこの管制塔というのが、この周波数がいくつか分かれていて、ですねグラウンドとそれからタワーというふうにですね2つの周波数を途中で切り替えるんですけど、そのタイミングがですね非常に重要な話になってくると、このあたりはあす、ねこの検証をしていこうかなと思いますね。あるユーチューバーさんの解説が非常に分かりやすかったんでそ、それを参考にしながら見ていこうと思います。で 今回の衝突事故を引き起こした要因を改めてです、ね、整理しますと、まず1、停止線,とが停止線のランプです、ね、がメンテナンスのため運転の停止中だったと、昨年の4月からということです。で、稼働したとしても、条件を満たさないずです、ね、運用はされなかったということですね。で、2、開放機に搭載の SDSB トランスポンダーが最新のものではなかった。3、強風のためシカ滑走路だけが離着陸禁用だった。管制官1人当たりの作業量が通常よりもオーバータスクになっていた。さらに被災地への物資輸送が通常よりも過密スケジュールの日と重なってしまった。まあ、風が強い日ということによって、このような過密スケジュールの日に重なってしまった。そして5、解放機の機長、副機長が 管制塔の指示を誤認識し、滑走路に侵入した。6、管制塔が解放機の滑走路侵入時に気づかなかった。7、管制官が他の離着陸便との更新タスクに集中していたため、滑走路内に機体が入ると赤色に点滅をする滑走路を占有監視支援機能のモニターを見ていなかった。8 着陸加工中の JAL 機から滑走路内の解放機を視認できなかった。まあ、こういったことがですね。 えー、つながっていって、積み重なっていって、起きてしまったという、起こるべくして起こってしまった。いつかこういうことが起こってもおかしくなかったというふうに考える、システム上の、仕組み上のですね、えー、まあ問題っていうものも、全、え、部、ー、絡んできているんですね。えー、このようにですね、重なって、条件が重なると、起こりうる結果だったということが見えてくるわけなんですね。えー、ですから、解放期の機長がご認識したとかですね、 この管制官がモニターに気づかなかったとか、ここが強調されているんですけれども、それ以外の要因を全部潰していかないと、再発防止にはなりません。ですから、犯人探しではなく、根本原因、真相究明というものをやっていく必要がありますよということですね。ということで、明日ですね、かなり革新的な根本的な原因というものをですね考察していこうというふうに思います。 えー、ということで本日は以上でございます。最後お知らせなんですけれども、こちらのですね、えー、特別新春プレゼント企画ということで、えー、一本の音声をプレゼントしております。でこちらはですね、今年の1年がどうなるのかというのを様々な観点で金子がですね、40分ほどーバーッと喋っている音声がありますので、興味がある方は概要欄からですね、えー、ダウンロードしていただければなというふうに思います。 ということで、本編は以上でございます。えー、最後はですね、まあ、いつもまあ先の料理の話をしているんですけどもね、えー、今日はさつまいもを使ってですね、えー、さつまいも、それとおレモンですね、それから蜂蜜ですね、レモン、蜂蜜を,を水で溶いてですね、それで煮たさつまいもを作りました。 えこうするとですね、ちょっと甘,甘酸っぱい、えー、サトマイモができるということなんで作ってみました。ちょっと味見はね、あんまりしてないんで、これから <laughs> あ食べようかなというふうに思いますけれども。はい。えー、ということで、まあ、今日は以上となりますう。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。またね。